歌手、菅原洋一、90、が21日、東京、ホテル椿山荘東京で、バースデーディナーショーに登場した。この日が誕生日の菅原はバースデーソングで祝福され、90歳になるのも悪くないな、と照れ笑い。新アルバム、ピアノと歌う愛の歌に、90歳の私からあなたへ、に新録音した、知りたくないの、など13曲を披露。朗々と響き渡る声に観客約120人は拍手で応じた。終演後の取材では、ブラボーなんて声をかけられると生きててよかった。歌っててよかったって思う、としみじみ、一日一日が勝負のステージ。一つ終わると次のことを考えて生きてきたら、いつの間にか90歳になっていた、と振り返り、子供の頃は体が弱かった。歌うことはいいこと。皆さんもカラオケで歌ってください、と呼びかけた。ウォーキングをしながら発声練習をしているという健康法も明かし、いつまでできるかは神のみぞ知る。感謝の気持ちを忘れずに歌い続けたい、と卒寿の誓いを立てていた。